東町並みアピントンの鉄道駅アピントンは南アフリカ共和国北ケープ州にある都市である。人口は2011年時点で74,834人。キンバリーに次ぐ州内第2の都市である。カーラハイス自治体に所属している。オレンジ川沿いに開けた都市となっている。かつてはオライブンハウスドリフトと名乗っていたが、ケープ植民地首相のトーマスアピントンにちなんで、 アピントンに解明された。標高は835メートルに位置している。オーグラビーズだけやカラハリトランスフロンティア自然保護公園への拠点となっている。気候は乾燥しており、夏季は暑く、冬は氷点下まで冷え込むこともある。と寒暖の差が激しい。人種はカラードが全体の6割強を占めるが、黒人も25.6%と多い。 アフリカーナ等の白人は10%。言語はアフリカンス語が85%と大半となっており、国内でも有数にアフリカンス語の割合が高い都市であり、黒人の間でも話されている。他に、ホサゴやツワナ語も話されている。近郊には4900メートルの滑走路を持つアピントン空港がある。また、ケープタウンから鉄道が運行されている。 ありがとうございます。